でも大丈夫？つまり、残念ですが、大変です！そんなことって、
ねえ。Uh-huh.
では。そうだよ。あのさ、決まりだね。
そうだ。はい。そうだよね。絶望の残党だったのよ。ゴヘル計画の阻止を企んだカルト集団、その正体は絶望の残党だったんだ。オーマ君がそのリーダーということは、彼は絶望の残党を率いる人間、つまり誰よりも超高校級の絶望に近い人間だったんだ。学園の生徒同士、何もかも猪島純子の殺し合いとそっくりじゃ。超高校級の絶望を崇拝する人間でなかったら、こんな殺し合いを再現させるはずないわい。つまり大丈夫。でも、皆さん、どうしたの？こうなったら、いいですか？そうだね。任せてください。いいですか？そっか。そうじゃ。
あのさ、この通りじゃ。うん、そうだよ。そうだな。そうですね。大丈夫。え？うん。え？だよね、だよね！別に。100% です。ちなみに、はい、大丈夫。あのさ、ですか。そうだね。にしし。ありがとうございます。
100% です。カッカッカッカ。いや、なるほど。そうだね。ちょっと、あいつ。ううん、そうじゃない。ダメです。まあ、ちょっと、ごめん。ねえ、うん、よし。よし。
うん。てめえ、こんなとこで何してんだ。桃田くん、バカ、大声出すな。大間のやつに気づかれちまうじゃねえか。あ、大間くん、そばにいるの。いや、俺はトイレに閉じ込められてるんだが、大間は扉の向こうだ。ただ、万が一気づかれたらやべえぞ。あいつはえぐい猿と一緒だからな。そうだよね。つうか、てめえはこんなとこに何しに来たんだ。何しにって、もちろん桃太くんを助けに来たんだよ。助けにって、てめえ一人でか。うん、今は下見に来ただけで、結婚は明日の朝だよ。みんなで助けに来るからさ。みんなで。うん、春川さんのおかげなんだ。実は僕は諦めちゃってたんだ。いや、僕だけじゃなくて他のみんなもそうだった。でも春川さんだけは諦めずに、なんとか桃田くんを取り戻そうとしていたんだ。きっと彼女は信じてたんだよ。桃田くんならこんな絶望的な状況でもなんとかしてくれるんじゃないかって。ああ、当たり前だろ。俺は宇宙に轟く桃田海人だぜ。地球が滅びようが人類がいなくなろうが諦めてたまるかってんだ。物語の主人公が簡単に諦めちまったらクソみたいな話になっちまうじゃねえか。うん、そうだよね。まあ心配すんな、俺がきっと何とかしてやっからよ。こいつは約束だ。
てめえらが頑張ってんのに主人公の俺が何もしねえわけにはいかねえからな。ただ助けてくれるのは嬉しいけどよ、無理だけはするんじゃねえぞ。オーマにはえぐい猿がいるからな、エレクトハンマーで叩くにも近づくだけで危険だぞ。うん、分かってるよ。あ、ところでさ、傷の方はともかく体調は大丈夫なの？体調？おお、もちろんなんともねえよ。それよりそろそろオーマーが様子を見に来る頃だ。おしゃべりは終わりにした方が良さそうだぜ。うん、分かったよ。それとさ、桃田くん、こないだのゴン太くんの件なんだけど。中一、しばらくは任せたぜ。え？俺がいねえ間、てめえがみんなを支えてやってくれ。特に春巻きはすぐに暴走しちまうところがあるからよ。てめえは大した探偵だけどよ、でもきっとそれだけじゃねえ。てめえなら真実だけじゃなくてその向こうにあるものまで手が届くはずだ。俺と忘れんな、てめえは一人じゃねえんだ。一人で何もかも背負い込むような真似はすんなよ、すぐに疲れちまうぞ。そういう時こそ仲間を頼らねえとな。俺はてめえを信じてる、だからしばらくはてめえに任せたぜ。なあ秀一。オーマが来る前にさっさと行け。そうだね、じゃまた明日。よし。よし。